これ分かりますかね。こっちやりました。こっちやってないです。さらにこんだけ変わるんですね。で、見ていただくと分かるんですけど、シルエットが小さくなったことと、あとツヤ感がめちゃ出てるんですよ。はい、こんにちは。札幌占い美容室早山香志のことです。まあ、くせ毛のカットでちょっとこの辺を切っていきたいなと思います。伸ばしちゃうとまたこう跳ねる特性があるんですよね、くせ毛って。で、引っ張らないで自然な状態に逆らわないでカットするのが一番ベストなんですね、くせ毛っていうのは。なので結構コームを入れてカットする。そうすると本来の癖っていうのを殺してしまうんですよね。本来持ってる生まれ持った癖の状態でまず切ってみて、で、ファーストカットはそこでだいたい分かるんですけど、セカンドのカットで、ファーストカットで乾かした時に落ちる位置が多少また変わってくるん でそこでまた見てもう一回切るみたいな感じでやっていくのが一番ベストだと思うんで、今かなり癖が強い状態で出てるんで、ここでファーストカットである程度ちょっと粗切りというかして髪がこう動いてくるんで、その位置をまた自然な状態で2回目カットしていきます。まあ、僕結構切っていくのはもうここで挟んでロックしたらこのまま切っちゃうんですよね。これ本当に楽で、くせ毛カットではすごく使えるんですけど、だいたい顎の位置この辺かな。ちょっとこれカメラ見ながらカットしてるんで非常に難しいんですけど、こういうような感じで切る。まあこのままこれ今 R のこっち側の R で切ってますね。えぐる方じゃなくてこっちこういう方で切ってます。はい。で、だいたいここでファーストカットはだいたいこのくせ毛の感じを見ながら挟んでですね、カットするんですね。えって思われるかもしれないですけど、結構こういう感じの方がいいんですよ。普通のシザーで切るとちょっと直線なのでちょっとまああれかなと思うんですけど、はい、こういうような感じで少しこう内巻き、ちょっと極端にやりますね。ちょっと内巻きにこういう風にするようなイメージです。ね、ここをね、お客さんの頭皮につけて挟むっていう。はい、でこのままカットして、だいたいウェイトの位置がどの辺なのかっていうのを把握しながら仕上がりがどうなるかっていうのを、やっていきます。でこれでちょっと毛先濡らして乾かすとまた動きが変わるんで、これがファーストカットなんですね。でファーストセカンド入れていかないと癖の位置っていうのがわからないので、細かく取って切るより間違いなくきれいに切れるんで絶対。まあこれね、最初見た時にえっと思うかもしれないですけど、多分彼女みたいな癖はすごく上がってしまうんで、でこれもちょっと中入れてるんですよね。インぐらいになるように切ってるのはこうじゃなくて中に入れてます。で目の上はひっくり返します、ハサミを。ちょっとですね、トップから指3本分なんで5センチなんですよね。この5センチをまず取って上から持ってきて毛先少し入れますね。この時もほとんどこれテンションかけてないんですよね。これぐらいでいいです。絶対広がるんで、カットラインがずれるんで。で長さ不安だったら上でここで揃えてくれれば全然大丈夫なんで、上からここのポイントが結構鍵なんですけど、こう持って2つの手で滑らす、でインぐらいに持ってきながらカットするっていう感じですね。2つここで挟んで上から持ってきてインぐらいに持ってきて切る。このままこの時にこの向きなんですけど、まっすぐ引き出してるかどうかっていうのをしっかり確認します。どうやったらいいかっていうと、つむじを見ながらカットすれば間違いなくずれないんですね。これは不思議なんですけど、つむじをずっと見ながら自然とカットしていくと
この時はここでつむじを見るんですね。ずっと今つむじを見てます。ロックするまでずっと見ます。ロックっていうのは最後の切る寸前のところですね。この瞬間までつむじを見るんですね。はい、でつむじを見てます。そうするとまっすぐ引き出すことができます。姿勢とかそんなに関係はないんで、つむじを、はい、この状態からつむじをずっと見てます。で内巻きにしながらカットしていきます。でつむじを見てカットします。まあ今かなりゆっくり切ったんですけど、まあ普段はもう多分カットし終わってると思うんですけど、まあ、こういう感じに切るんですね。襟足はね、引っ張っちゃっていいんですよ。引っ張って戻ろうとする癖が内巻きに入ってくれるんで、今僕これ引っ張って切ってるんですけど、引っ張ってショーバルタンのこのえぐる方でカットしてるんですけど、テンションめっちゃかけてます。ここに関してはここは襟足に関しては絶対出てきてそこがおかしくなっちゃうんで、引っ張った状態でカットします。まあパツンってなっても後でなんぼでも直せるっていうかそのチェックカットするんで、ほとんどコーミングしてないのは分かると思うんですけど、コーミングしてないですよね。これでいいんですよ。余計なことするんでおかしくなってしまうんで、もうそろそろですね、そういう何ですかね、まあ、昔からその決まってるカットってあると思うんですけど、もうそろそろ変わっていってもいいんじゃないかなって僕は思ってますね。そういうその過去の概念っていうのを捨てて、はい、過去捨てないと新しいものって生まれないので、僕はもうそういうのに気にしないでいいと思うやつをそのままやってます。まあちょっとね、見ながらカットしてるから多少ずれてるところもあると思うんですけど、これで一回少しちょっとウェットして、ウェットの状態で髪の、じゃ編集しないでこのままいっちゃいますね。はい、このような感じに一回ちょっとウェットにするんですね。でまた髪の毛の落ちる位置っていうのが切ることによって変わってくるんで、それでだいぶ癖がちょっと癖じゃないな、最初にカットしたラインがまたちょっと変わってくると思うんで、はい、でこの辺、ここからまたちょっと乾かしてカットします。一回乾かします。どうかな、こんな感じになったんで、ここからセカンドのカットを、もう一回ですね、これ見ていくんですけど、ちょっと癖の位置がずれてきてるんで、自然なところでまたちょっと切ります。上から手を持ってきてちょっと切っていくんですけど、結構ここ指切っちゃうんで気をつけてください。ここがちょっと跳ねるかなっていう感じがするんで、ここを少し取ります。バックがこう見たい感じ荒れちゃってるんですよね。なので、で多分これそぎをですね、表面めちゃくちゃ入ってて、多分以前切った時にここ軽くしちゃってるんで重さで抑えれない状態に今なってます。ですので、まあ、どうしようかなと思ったんですけど、ここがもう軽いんですよね、表面が。なのでもう動いちゃうんですよ、すいたことによって。で収める、重さでも抑えることができないんで、もう中切るしかないなということに決めました。で、中をちょっと切ります。下向いていただいて、中のくせ毛を引っ張りますね。で、ちょっと切っていくんですけど、内巻きをこう手でですねイメージして、これもかなりね表面軽いんで、ちょっと毛先に重さをプラスして収めていくような感じですね。くせをだいぶ揃ってきてますね。で今表面が軽いですけど重さ足したんで、この中をちょっとすいた方がいいかなっていう感じがあります、現時点で。はい、で今日は超簡単な削ぎ方をやりたいと思います。もうセニングは使っちゃいます、これに関しては。
まあ、いろんなスクラッチカットとかもいろいろあるんですけど、今日はセニングでやりますね。この T2 は 8% しか取れないやつなんで、これをこのまま入れちゃいます。まあ横にっていうか縦にですね、ちょっと分かりやすい感じに切ってますからね。サイドはここまでしか生えてないけど、バックはやっぱ入ってるんで、生えてますから、サイドからあのバックに行くところってやっぱりいきなり多くなるんですよね、毛が。そこってつながりづらいんで、そこをですねちょっと取っていくような感じ。これもあんまりこう引っ張ってないんですよね、実は。で、落ちる自然な位置のところをもうその癖が出てる状態をそのままセニング入れてる状態になりますね。で、これバサバサになるかって思うかもしれないんですけど、全然大丈夫です。やり方がちょっと間違ってやっちゃうとちょっとあれなんですけど、このやり方でやっても全然大丈夫です。まあ、大体多いのは伸びてきても大丈夫なんですかっていう、まあ、質問もあると思うんですけど、でも剃らないと結局膨らんでしまうんで、癖が出ちゃうと思うんですよね。なんで結局中をスライドカットしても何しても結局なとこは剃りは剃りなので膨らんできちゃうと思うんですよ。なのでまあ今日はこのやり方でやってますね。髪質に合わせてっていうか、今回細い髪なのでこのやり方でやってますけど、太い髪とかだとまた違う剃り方で、まあ、一応やるんですよね。髪質に合わせた剃り方にしてます。ただ危険なのはこれセニングがちょうどこのセニングだからできるというか、普通のセニングでやっちゃうとめちゃくちゃ穴開くのでちょっと気をつけてくださいね。あくまでもちょっと僕自分の道具でしかちょっとカットできないんで、これ間違っちゃうと穴開きますからね。例えば 30% ぐらいのセニングでやるとバツバツ穴開いちゃうんで、ちょっと危険です。多分これで濡らして、スタイリングしたら多分普通に綺麗に収まると思います。この状態でもこの辺もですね収まるはずですね、もうちょっと、はい。で今、カラーの方からカラーを割って、上がってきたところなんですけど、これからちょっと乾かしてみたいと思います。で自然に、内巻きに入るかというか、まあどのぐらい収まるかっていう部分をちょっと見て、で最後またちょっとカットチェックカットして終わりたいと思います。で、くせ毛の時に使うものでこれヘナジェルなんですけど、これくせ毛用っていうか、まあ使えば使うほど癖が出づらくなったりとか、あとボリューム出すことも逆にできるんですけど、収まりが非常にいいんでちょっとこれつけて乾かしていきます。手に取ってですね、でラベンダーの香りがするんですけど、まあ、全体にこうつけていただいて、あと乾かすだけで大丈夫ですね。匂いいいっす。はい、いいです言わせてるみたいですすごいです。いいですよね、はい。これはヘナ使ってるんですよね。でヘナが髪の毛の内部の方にですね、まあ、内部って言っても外側なんですけど、そこに定着してくれるんで落ちないんですよね、トリートメントの効果が。で やればやるほど効果が出てくるっていうようなトリートメントなんで、かなりおすすめでですね。はい、では乾かしていきます。ではこの状態でちょっと乾かしてみたいと思います。で、一応早送りに多分動画しちゃうと思うんですけど、嘘ないように編集ノーカットでこのままいきます。
これで今ノー編集の状態で乾かしたんですよね。ブロー一切してないんですけど、まあちょっとだいぶ癖収まったかなと思います。後ろもこのぐらいの感じで、これからさらにちょっとだけカットしてもうちょっと収まりを良くしていきたいと思います。なんていうかすごい収まってる。はいそうです。まださらに、まあ、細かいところをね、で細かいところまたカットラインずれてるんで、あと前髪が、前髪の、これちょっと引っ張るんですけど、前髪の方の中の毛が結構うねりが強くて、前髪厚くはしないんですが、ちょっとテンションかけて中の毛引っ張り出してそこを切ります。ここでテンションかけて、ちょっとこういう細かい毛が出てくるんでそこをちょっと切ります。はい、前髪あんまり厚くしたくないので、この脇の方を真下にシェイプしてこういう風に出る毛があるんでそこをカットしていきますね。そうするとより、癖が取れてツヤが出てきます。こういう脇のところ、こめかみのところっていうのは結構癖が強いんで、それを真下に引っ張って、はい、こういう出てくるところをちょっと切るんですね。そうするとこういう風にくるくるって、わかりますでしょうかね、結構癖が取れてると思いますよ。でこっちも同様に、この顔周りの癖が非常に強いんで、この辺はちょっと切った方がいいのでちょっと引っ張ってここをちょっと切ります。で粗刃でコーミングしますね。で粗刃でコーミングしてちょっと出たところを切っていきます。はい、粗刃でコーミングして出るとこ絶対出てくるんで、刃をちょっとこういう風に入れてるんですね。こうじゃなくてちょっとイングラで中を削ってるこう感じなの分かるでしょうか。こうやった方が収まりが良くなります。はい、これでバックの方は OK です。はい、頭上げてください。で、この辺をサイドもちょっと引っ張ってもう一回カットラインチェックですね、最後に。はい、癖をさらに取っていきます。この癖毛の原因っていうのは、実はまだここが広がってるんで、前回すいた毛、前回多分他の美容室で好かれてる毛と、あと生え変わってきてる毛を取っていきます。で、ダイバルタンで、まずこの癖毛を取ります。このあれですね、ここを入れることによって収まりがちょっと良くなるんですね。このあれです、ここです。で、R で描いた道筋をハサミで辿っていきます。なるべくいいですか、このハサミで辿った道をなるべくこういう風に辿っていきます。結構これ毛落ちてるの分かるんですけど、これ全部くせ毛のとこを切ってるんですね。で、先ほどすいたT2 セリングですいたところの毛もなじませることになるんで、まあヤスリがけみたいなものですね、これ自体は。まあ、僕はもうこのコームだけでいっちゃうんですけど、これはコームだけでいっちゃうんですけど、慣れてないとできないですね。危ないんで結構切っちゃうことがあるんで、バツって慣れてる人はもうコームだけでこういうふうにいけるんで、まあ効率はさらに速くなりますね。よりテンションかけてるだけに癖が出てきてくれるんで、フォームだけでやっていくとさらに早いです。これ分かりますかね、こっちやりました、こっちやってないです。さらにこんだけ変わるんですね。で、見ていただくと分かるんですけど、シルエットが小さくなったことと、あとツヤ感がめちゃ出てるんですよ。もう全然違うと思うんですよね。もう最初の癖毛はどこ行ったのっていう感じだと思うんですけど、ここまで変えれるんですよね。なんでカットだけでこんなに変えれるんで、くせ毛カットって本当に奥が深いと思うんですけど、いろんなやり方がまだまだたくさん、あります。まあ、今日はこういうやり方でやってるだけで、いろんな方法がまだまだあるので、今後もちょっとですね、いろいろチェックしていただければいいかなと思います。結構見えないか、全然違う、違うでしょ、半分ぐらい、そうそうそうで、これ見ていただくと分かるけど、このくせ毛なんだよね、結構この取れてるやつ。これさっきと入れ方違うんですよね。より
これたくさん取ってるんですよ、こっちの方が。さっきのやり方で全然いいと思います。まあほとんどこれ大バルタンじゃないともうほぼ切れないですね、こういうラインは。普通のシザーで絶対切れないんで、大バル使う方がいいと思います。で、まあこれ見てる普通の方とか、もしカットしてほしいとかそういう方もいらっしゃるかもしれないので、だいたいですね2週間ぐらい僕の予約って埋まってるので、2週間前に予約していただければ大丈夫かと思います。1週間前とか前日とかはちょっと厳しいと思うので、2週間ぐらい前から予約していただけたら多分大丈夫かなと思います。こっちはマルサの、このコンベックスの方のシザーの向きでちょっとカットしてます。コンケーブで切っちゃうと髪の毛っていうのが広がっちゃうので、こっちはコンベックスで真ん中に寄るような感じで、ちょっとやってます。そうしないと全部外に逃げてしまうんですよね、カットラインが。なのでコンベックスの方で切った方がいいです。で、こう中切るときはコンケーブで切った方が、逆にこのコンケーブが反対に落ちたときにコンベックスに変わるので、コンケーブから入った方がいいですね。こっちコンベックス入っちゃうと落ちたときにコンケーブに変わっちゃうので、これがこうなるってことなんで、このままコンケーブで切ったのがこうなってコンベックスに変わるという感じですね。で、もうほぼ終わりなんですけど、これのカットの良さって何かっていうと、実は皆さん気づいてるか分かんないですけど、ここなんですよ、8なんですよね。で、8がシャープになるんで、かっこよくなるんですよ。ここがこの落ちてる毛とか結構8のライン今中心に取ったんですけど、ただやってんじゃなくてここを削って、ここがタイトになることによって下が広がりの艶あるボブに変わるんですよね。これってかなり大きくて、これがこうやって四角いボブ、日本人の骨格ってここが張ってるんで、どうしても四角くなっちゃうんですよ、くせ毛の方って。で、ここがシャープにこんだけなればすごい可愛いボブに変わるんですよね。もう全然顔の見え方が変わっちゃうんですよ。なのでこういう風に切ると本当にここが本当にこう潰した感じがなるんで、全然違うボブに変わりますっていうような感じですね。で、時間ないんでカットはまあこんな感じで撮影したいと思います。はい、今日も撮影終わりました。特にありません。過去の延長線上じゃなくて新しい発想で考えてみてもいいんじゃないかなって僕は思ってます。いろんな面に関してなんですけど、パーマも矯正も、カラーも、まあ、いろんな部分は過去の基本があってのことだと思うんですけど、それを新しく変える時代が来たんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、皆さんまた、ハイマガシの動画を見てください。ではまたお願いします。どうもー。